こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本での米軍基地能力確認が米軍で頻繁に行われています。今までは韓国も想定に入っていましたが、ついに米国は韓国を除外し、日本すべての米軍基地の能力確かめつつも、抑止効果を与えています。今日は、岩国へと飛来した超音速爆撃機 B1 について、話していきますね。この前は、嘉手納に F-22 戦闘機が飛来していたが、クアッドタスで、来年は、動き出す年になるのかも。2020年12月16日、山口県の岩国基地飛行場にアメリカ空軍の超音速戦略爆撃機 B-1B ランカー2機が着陸し、およそ2時間後には離陸したものの、突然の飛来には様々な憶測が生じている。一応、岩国基地側からの報道発表によれば、今回の B-1B ランカー爆撃機の飛来は非常事態等が発生した際に同基地での受け入れ体制を把握する目的があったとのコメントが出された。しかし、昨今のアメリカ空軍では現状保有する B-52 ストラトフォートレス、B-2 スピリット、そして今回の B-1B ランカーの3種類、ほぼすべての戦略爆撃機をアメリカ本土に配備している状態だ。その中で、グアム島のアンダーセン飛行場に展開している2機の B-1B ランカーが突如飛来した模様だが、同機は北朝鮮や最近では中国への牽制行為に用いられてきた経緯からも注目を集めてきた。岩国基地からのコメントが、そのまま、すんなり額面通りに捉えられない。可能性があるのは、こうした、特に中国に向けた活動が、顕在化してきている事態があるためだとも言うことができるだろう。ただし、岩国基地自体が、2017年以降のアメリカ軍の再編成に伴い業用の、拡張を続けており、主として従来神奈川県の厚木基地が収容してきた部隊、機体の移動先となっていることもある。また、いち早くアメリカ海兵隊の最新鋭機タル F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の配備も始まっていることから見れば、そうした対応の一環としてイレギュラーな飛来への対処も盛り込まれたのかもしれない。B-1B ランカーは、前述のアメリカ空軍の保有する B-52 ストラト、フォートレス、B-2 スピリットの中でも唯一の超音速爆撃機であり、その最高速度は、マッハ 1.25 と可変翼と合わせて、同機の特徴となっている。後発の B-2 スピリットのように、ステルス性能を追求した機体では、ないものの、参加した実戦においては、敵防空網の比較的脆弱な、中東地域では、非常に使い勝手が良いとの評価を得ている。しかし、B-1B ランカーの運用が開始されたのは、実に、現在から、34年も前である1986年にまで遡り、時間の経過による機体寿命の進行は深刻で、現在は現場部隊の運用手法で延命を図っているのが実情だ。具体的に、この運用手法とは、B-1B ランカーの低空飛行時にシステムによる
自動調整機能を行わないこと、すなわち機体に高い負荷をかける恐れのある低空飛行を回避するという人為的な対処である。このため、B-1B ランカーは現状では低空飛行での訓練すらも行われていない状態にあり、その意味ではそうした状況下での安定的な作戦遂行に問題がないかどうかの検証も犠牲にしている。こうした機体寿命の問題を考えれば、 B-1B ランカーはすでに退役に向かってカウントダウンを始めていることは明白で、最近開発が進む空中発射型の極超音速ミサイルも、そういえば B-52 でテストされている。B-52 ストラトフォートレスは B-1B ランカーよりさらに古く、1955年から実戦配備が行われている爆撃機ではあるが、 B-1B ランカーや B-2 スピリットが退役した後もまだ現役を継続する予定だ。このままいけば少なくとも2045年まで波収益を続けける B-52 ストラトフォートレスは総生産数744機のうち、すでにほぼ 90% は退役しているものの、残りは1世紀に到達する可能性もある。現在の予定では新造の戦略爆撃機としてノースロップ・グラマン社が開発中の B-21 レーダーが2025年をめどに収益するとめされているが、その配備で B-1B ランカーと B-2 スピリットは全機退役する見込みだ。それによってアメリカ空軍は B-52 ストラトフォートレスと B-21 レーダーの2種類に戦略爆撃機を集約し、両者の合計機数でおよそ175機前後の配備体制を維持していくことが予想されている。B-21 レーダーの使用はまだ不明であるが、公開されている予想図からは、B-2 スピリットによく似た同様の全翼構造を採用したステルス機となることだけは明らかだと言えるだろう。ただし、わずか21機しか製造されず、世界で最も高額な軍用機と言われた。B-2 スピリットと異なり、B-52 ストラトフォートレスの残存機体数から考えても、約100機前後は生産されることが確実と言える。B-21 レーダーは、昨今の航空機の潮流を反映し、一説には無人飛行も可能な機体となるとの予想がされており、それが実現するならば戦略爆撃機の概念にも大きな影響を与える可能性もあるだろう。ステルス性能を優先したことで、現行の B-2 スピリットの最高速度は音速以下のマッハ 0.8 に止まったが、中東などの実戦では超音速の B-1B ランカーの方が作戦行動範囲を含む運用上からは評価された。その B-1B ランカーの退役後をカバーする予定の B-21 レーダーの動力性能がどの程度のものとなるのか、現状同様にアメリカ本土からの運用を考えた場合にはキーとなりそうだと思われる。